フレックス2のレッスン1パート4はね、最後はね、行きましょう。Even though Lucky Star finished airing in 2007、ね、Even though、たとえ何々でもや。はい。たとえ、なんとかでもや。で、Lucky Star が finished、終わったってことだよね。で、finish の後ろは動詞 ing 形にするで。いいか。フィニッシュの後ろに動詞持ってきたいときは、トゥーフテージじゃなくて、ing 形にします。ここ、ing になってるのは、前がフィニッシュやからやで、いうことな。何々し終えたってことです。エアリングは放送やね。2007年に、ラッキースターは放送を終えたけれどもってことやな。たとえ終えたとしても、fans have continued to interact with local people in the 鷲宮シュラインエリアな。たとえ終わったとしても、ファンたちは、have continued 続けたよってことや。to interact やから関わり続けるってことやね。関わり続けてきました。interact 一応書いとくか。関わるでいいでしょう。でれれれん。そうやね。交流する。交流するにするか。交流し続けてきましたよや。何と言ったら、with local people in the 鷲宮シュラインエリア。わしのみや神社付近の地域がね、の人たち、わしのみや神社の地域の人たちと、地元の人たちとの交流を、続けてきましたと。で、in the beginning、最初はってことでね、アニメピルグリムズ、受聖地巡礼者たちは、visited it、そこを訪れました。just to try to experience the world of Lucky Star。ラッキースターの、世界を経験するため、経験しようとするためだけやな、にそこを訪れました。それを訪れましたよ、ということですね。まあ、一応、それは、鷲宮シュラインでいいでしょう。ね。これは鷲宮神社のことでいいと思いますけども。このジャストは、ただなんちゃらするためだけな。ただ、ダダちゃうね。ただ、何々のためだけや。ただ、何々だけにしとこうか。ためはだってな、トゥーフテーシンってことだからな。try to, 何々しようとするな。これ前回も多分出たんちゃう。何々しようとするや。はい。ラッキースターの世界を経験しようとするためだけに、アニメピルグリミージ、アニメ聖地巡礼者たちはそれを訪れましたよ。はい、ああ、まだ続いておった。As they came back again and again、彼らが、まあ、何度も何度もってことやな。again and again。何度も何度も、come back、came back、戻ってくる。やな。で、まあ、as はちょっと後ろ見ます？のでとかか、they became fans of the area too。なるほどね。ってことは、なんちゃらに連れがええかな、これ。何々に連れ。要は、何度も何度もそこに戻ってくる。まあ、戻ってくるっていうか、そこに足を運ぶ的な感じをね。そのアニメ聖地巡礼者たちが、何度も何度もその鷲宮神社を訪れるにつれて、彼らは、became fans、ファンになったね。何のって言ったら、その地域のファンになったねんな。アニメのファンやったんが、そこの場所を何度も何度も訪れとったら、そこの場所の良さみたいなのを感じて、そこのファンにもなってしまったということですね。はい。アゲインアンドアゲインつけとく？何度も。よいしょ。何度もって書いておこう。はい。で、次ね。meanwhile、一方でって意味です、これ。よいしょ。meanwhile、一方で、地元の人たちは、have tried to understand、理解しようとしました、してきましたってことだよな。一応完了形、have プラス過去分詞やから完了形です。理解しようとしてきました。The anime better. そのアニメをよりよく理解しようとしてきましたと。だから、地元の人は地元の人で、そのアニメってじゃあどんなにいいもんなんだろうっていうふうに理解しようとしたってことだね。で、They have willingly accepted pilgrimage. willingly は、前向きにとか、心よくとかやな。一応調べておこうか。そうやね。心よく、喜んでですね。心よく。彼らは、
そして彼らは心よくその聖地巡礼者たちを受け入れてきましたと。一応ここにハブプラス過去分詞で来てますからね。一応完了形ね、受け入れてきたんだよと。で、mutual understanding has had a very positive economic effect as well ですか。mutual これ相互のお互いのって意味です。お互いのって書いておくで。よいしょ。お互いの、相互のってことだよね。お互いの理解。あ、でもそうか。後ろにアンダースタンディングとんのか。じゃあ、相互理解とかの方がええか。ミューチュアルアンダースタンディング。これが主語な。だってここに has had 言うて、完了形の動詞来てますから。ってことは、相互理解にしとくか。語から書いてしもうた。相互理解です。よいしょ。相互理解は、has had a very, めっちゃ前向きな、エコノミックエフェクトやから、経済効果ですね。を、なんや、まあ、プラスの、うん、なんていうて、まあ、前向きのって言ったらあれやもんな。とても、まあ、大きなとかにする。前向きな、ポジティブやけども、いいでしょう。な、とても大きな経済効果でいいと思いますわ。ね、で、as well は、まあ、同様にってことですね。一応書いときましょう。as well で同じようにとか、同様に。よいしょ。大きな、とても大きな経済効果をもたらしましたってことやな。はい。で、その次行きましょう。アニメピルグリミジーズ、also play an important role in attracting tourists from abroad。アニメ巡礼地っていうのは、また、play an important role 重要な役割を果たしてきましたと。果たしていますやな。現在形か、ただの。で、ロール、役割ね。で、何において言ったらいいんやな。in attracting tourists from abroad。海外からの観光客を、引きつける。attract やからな、魅了するとか、呼び寄せるとかね。ことにおいて、重要な役割を果たしていますということですね。この in は、まあ、なんちゃらにおいてでいいんじゃない?おいて。だって重要な役割を果たしますよ、やろ。で、どういう中でそんな役割を果たしたのかって言ったら、アトラクティング、魅力的で、引きつけることにおいて、引きつけることっていう中で、果たしてるわけやから、においてとかいいでしょ。で、一応これ、後ろ ING になってんのは、前の in がこれ前置詞やからな。同名詞やで。名詞にせないかもね、前置詞の後ろは。同名詞。何々することって訳したいね。すること。だから、引きつけることですね。魅了することにおいて、とか。海外の観光客を引きつけることにおいて、重要な役割を果たしています。と、あ、重要な役割を果たしてもいますよって話やな。で、その次。ここは別にいいよな。そうやな。その次。Those who visit holy site.サイツ often have a strong interest in Japanese culture and in the locations of their favorite anime stories ですか。ちょっと長いですけど、まあ and ありますけども、一応この and はな、だってこれ後ろ見たら in になってるから、ごめんね、 and の後ろ見たら in になってるやん。ってことはここや、 in やろ。この in Japanese culture や。で、ここに、interest ってついてある。be interested in の時のあの in よね。だから、何々に興味を持つみたいな意味ですよ。じゃあ何に興味を持つか言ったら、この二つやね。Japanese culture と、この後後ろや。in the local, じゃあ locations of their favorite anime stories ですか。日本の文化と、彼らのお気に入りのアニメの話の場所ですね。ロケーション、場所に興味を持つってことで、強い興味を持つってことですね。で、先に言うとかなかな、これ、ゾーズ風やな。これは、よいしょ。ゾーズ風なんちゃらで、何々な人。人々にする。まあ、ええか、人でええか。っていう風な意味になるんで、ビジットホーリーサイツした人ってことですよ。
聖地を訪れた人は、しばしば、強い興味を持つんです。日本の文化だったり、その人たちが大好きなアニメの話の場所に対して強い興味を持つということね。で、information about anime pilgrimage is now being provided in many different languages by local people. 長いね。on websites and social media ですか。まあ、ここのコンマのこの後ろはまあ正直なくてもいいでしょう。ただのようだ飾りやし。だから、ウェブサイトだったり、ソーシャルメディア、SNS だったりでってことやろ。に関して。はい。じゃあまず行きましょう。情報はね、インフォメーション。About anime pilgrimage。アニメ巡礼地に関する情報は、ここまでがそうな。今や、being provided。これ、進行形がまずついてますね。B プラス ING で。よいしょ。B プラス ING で、これ進行形や。やな。で、あとはもう一個は、この B プラス、こっちの過去分詞で、これ受け身な。だから、何々されています、みたいな感じな。provide、共有されていますよ。まあ、供給でいいか。与えられていますってことや。in many different languages。様々な言語でってことやね。何によって ?by local people。あ、ここは、まあまあそうやね。地元の人たちによって。やし、ここのコマアンドやな。だからな。地元の人たちや、ウェブサイトや、ソーシャルメディア。で、いや、違うね。やっぱここのコマ補足情報やな。こうやな。地元の人たちによって、ウェブサイトやソーシャルメディアに、で、ってことや。やな。Okay、この人たちが広めてくれてますせ。何を使って言ったら、ウェブサイトとか、そういうふうな SNS とか使ってってことやから。そういうふうな補足情報やな。はい。っていうことです。ちょっともう一回言っておきましょうか。アニメ巡礼地に関する情報っていうのは、今や、地元の人たちによって、サイトとか、SNS にで、様々な言語、ね、many different languages というか、様々な言語で、供給されていますよ。いうことです。で、最後。アニメピルグリミージ have great potential for promoting regional development in Japan。アニメ聖地巡礼地、アニメ聖地巡礼か。アニメの聖地巡礼っていうのは、持ってますよ、言うて。great potential。めっちゃ大きな、まあ、ポテンシャルやから可能性とか言うたんちゃう。よいしょ。可能性を秘めてますよってことやんな。よいしょ。何に対しての言ったら、for promoting regional, リージョンっていうのは地域ですから、regional development、日本における地域のデベロップメント、発展やから、まあ、何がいいですか？地域活性化やな。よいしょ。リージョナルデベロップメント、地域活性化って書いてあります。よいしょ。こうやな。はい。をプロモート、促進する、進めるってことです。もうこれも一応書いておこうか。進める、促進する。進める。ことにおいてってことやね。ことに関して、何ですか。大きな可能性を秘めているんですよ。いう話です。これもさっきも言ったけど、この ING になっとんのは、上の方で言いましたよね。そうやね。ここでも言うたな。前置詞が前についておからね。これが前置詞なんで。だから後ろ同名詞にする必要があんねんで。ということで、これ ING になっとんねんね。はい。ということで、これでとりあえず、レッスン1ですか？がようやく終わりですね。はい。ということでした。お疲れ様でした。